第5位クリソン・オマヤオ戦。2012年10月2日プロデビュー戦。この試合は井上選手のプロデビュー戦でしたが、井上選手は当時すでに有名でした。プロテストでは日本王者を圧倒してみせ、この試合に向けて110ラウンドのスパーリングをしてきましたが、その相手は世界ランカーや日本ランカーだったといいます。しかもそれらの相手を圧倒して、多くの選手が井上選手とのスパーリングを断っていたほどでした。そして特例で25年ぶりの A 級デビューとなります。相手は OPBF 東洋太平洋ミニマム級7位フィリピン王者クリソン・オマヤオです。デビュー戦で22戦のフィリピン王者が相手とは、いかに井上選手の評価が高いかを表していますね。立ち見も出た超満員の後楽園ホールで行われたこの試合は、観客の期待に応えるものとなります。試合が始まるとすぐに実力差が明白になります。井上選手はオマヤオのパンチを見切り、オマヤオは井上選手のスピードについていけていないように見えます。そして1ラウンド中盤、井上選手のジャブからのボディストレートが決まります。溝落ちとストマックをえぐるようなパンチです。このボディストレートを打つ前に、井上選手はなんとか顔面への右ストレートを打っており、ボディストレートはこれが一発目でした。不意をつかれたオマヤオはガードができず、もろに食らってしまいました。なんとか立ち上がるオマヤオですが、完全に腰が引けてしまいます。しかし井上選手は無理をして仕留めに行かずゴング。2ラウンドを井上選手優勢で終え、3ラウンドにはオマヤオを完全に見切った井上選手が右ボディフックでオマヤオをぐらつかせ、一方的に攻め立てます。そして迎えた4ラウンド、井上選手の強烈な一撃が決まります。ラウンド中盤、井上選手が左右のボディを立て続けに入れていきます。そしてオマヤオがクリンチ気味に前のめりになると、井上選手が右にステップし、左ボディアッパーをオマヤオの溝落ちに突き刺します。悶絶するオマヤオ、体勢を整え力を込めた井上選手渾身のボディブロー。当たった瞬間、ね、鈍い音がはっきりと聞こえ、ね、その威力は想像を絶します。オマヤオはその場から立ち上がれず、井上選手の KO 勝利となりました。見事超満員の期待に応えた井上選手。しかし試合後、ガードがラフだった、明日からでも練習したいとストイックなコメントを残しました。このひたむきさと向上心が井上選手の強さの秘訣なのでしょう。怪物のプロキャリア幕開けにふさわしい試合でした。第3位アドリアン・エルナンデス戦。2014年4月6日 WBC 世界ライトフライ級タイトルマッチ。続いては同率3位のこの試合です。対戦相手はアドリアン・エルナンデス。32戦29勝 18KO 2敗1分け。プロ8年目で世界王者を2度獲得、今回が5度目の防衛のベテラン王者です。年齢も28歳とピークを迎えていました。一方、井上選手はプロ入りわずか6戦目にして初の世界タイトルマッチ。これに勝てば日本最短の世界王者誕生ですが、世界挑戦はまだ早いという声も少なからずありました。井上選手にとって大事な初世界挑戦ですが、予期せぬ事態が起きてしまいました。試合の3週間前、インフルエンザにかかってしまったのです。このせいで1週間減量のための練習ができず、2週間で10キロもの体重を落とす過酷な減量を強いられます。もともとライトフライ級では減量がきつかった井上選手、計量前の3日間はほぼ絶飲絶食だったそうです。そしてこの無理な減量は大きな代償を払うことになるのでした。一方、エルナンデスは井上選手について、いいセンスを持っているけれど、このレベルの試合を経験していない、ちょっと早いかなと自信を覗かせています。試合が始まると序盤から井上選手が圧倒してみせます。エルナンデスのパンチを見切り、ボディストレートでよろめかせると会場がどよめきます。世界王者相手に強烈なパンチを打ち込んでいく井上選手。試合を見ていた人は、強いとは思っていたがここまで強いのか、井上尚弥の強さは本物だと思ったでしょう。今でこそ世界王者をあっという間に倒すのが当たり前の井上選手ですが、当時のファンには衝撃的な光景でした。2ラウンド目も一方的に攻める井上選手。このまま KO するのも時間の問題だと思われました。しかし迎えた3ラウンド、思わぬアクシデントが起きてしまいます。ラウンド中盤、井上選手の左足が痙攣し始めたのです。試合前の無理な減量は少しずつ井上選手の体を蝕んでいました。痙攣の影響を見せずに強いパンチを打ち込んでいく井上選手ですが、4ラウンドからエルナンデスが前に出てきます。そして5ラウンド、ついに井上選手の左足がつり始めます。
動きが鈍くなり、これまでステップワークでかわしていたパンチをガードで受けるようになる井上選手。エルナンデスはここぞとばかりに打ち込んできます。5ラウンドが終了し、井上選手はこのままでは足が持たないと思ったそうです。そして6ラウンドで倒しに行くことを決意したのです。6ラウンド、被弾しながらも強打を打ち込んでいく井上選手。珍しくインファイトで打ち合いに挑みます。怪物は打ち合いでも強さを発揮します。そして次第にパンチを効かせていき、狙っていたという右の打ち下ろしをヒット。エルナンデスがキャンバスに沈みます。ゆっくりと立ち上がるエルナンデスですが、すでにその目に戦闘意志はありませんでした。カウントを数えるレフェリーに背を向けるエルナンデス。それを見たレフェリーは試合終了を告げました。キャンバスに倒れ込んで喜ぶ井上選手。陣営と初の世界タイトル戴冠の喜びを分かち合います。父、慎吾トレーナーに肩車され、ガッツポーズをする井上選手。その表情を見ると、怪物とはいえ、一人の二十歳の青年なんだな、ということが分かります。試合後、井上選手は、あそこまで打ち合ったのは初めて。強い相手で苦しかったけど、本当に楽しかった。ボクシングは素晴らしいですね、と語り、アマ時代でも経験のなかったアクシデントに見舞われたにもかかわらず、試合を楽しみ、メンタルでも怪物級ということが垣間見えました。この試合で井上選手は、WBC の2014年4月の MVP を獲得。アクシデントに見舞われながらも、見事日本人最速の世界チャンピオンとなったのでした。第3位、河野航平戦。2016年12月30日、WBO 世界スーパーフライ級タイトルマッチ。衝撃の世界初挑戦の試合と同率の順位だったこの試合は、一体どんな試合だったのでしょうか。スーパーフライ級4度目の防衛となるこの試合は、井上選手にとって世界戦としては初めての日本人対決でした。対戦相手は河野航平。キャリア16年誇る苦労人で、アマチュア経験のない叩き上げです。驚異的なスタミナと手数の多さが特徴の選手で、3度目の世界挑戦で WBA タイトルを獲得しました。一度王座陥落したものの、その後返り咲き3度の防衛に成功。その中には亀田興毅選手の挑戦を退けた防衛も含まれます。当時井上選手がなかなか対戦相手が決まらない中、対戦を引き受けた河野選手ですが、この試合の交渉に先立って夫人から井上君だけはやめてと反対されたそうです。ジムの会長にもやめた方がいいんじゃないかと断るよう促されました。河野選手には他にも複数オファーがあり、一番難易度の高い井上戦を選ぶ必要はなかったのです。しかし河野選手は、井上君、当時から無敵だったじゃないですか、無敵の選手に挑戦したいという思いはありましたねと、あえて一番強い井上選手の対戦を選んだのです。試合が始まると、井上選手がレンガのようなジャブを打ち込んでいきます。最初から泥臭くフルスロットルで攻め立てようと考えていた河野選手ですが、井上選手のジャブがそれを阻みます。河野選手は後に、井上選手の左は普通の人の右ストレート並みに強くて、右はその3倍の威力だったと語るほど、その強打に驚いていました。しかし井上選手が強いことは覚悟の上で挑んだこの試合、河野選手は臆することなく前に出て強打を打ち込んでいきます。冷静にガードする井上選手ですが、これが俺の戦い方だと言わんばかりに拳を叩きつけていく河野選手。この試合にかける思いが伝わってきます。しかし相手はモンスター。河野選手の強打は空を切り、井上選手のパンチだけが当たります。河野選手は試合が始まって最初から握られている感じがすごくしました。打った瞬間、あれ、もういないのかと感じていたそうです。井上選手は顎を引く構えの河野選手対策で練習してきたアッパーを見せ、非常なまでに冷静に的確かつ強力なパンチを打ち込んでいきます。2ラウンド終盤にはボディを効かされ追い詰められる河野選手ですが、なんとか持ちこたえます。3ラウンド、4ラウンドも強烈なパンチを浴び続ける河野選手。一体何発ビッグパンチを被弾したでしょうか。それでも前に出続ける河野選手に、モンスターも次第に苛立ち始めます。その一瞬の気の緩みでした。5ラウンド、ついに河野選手のパンチが顔面を捉えます。5ラウンドが終わると、河野陣営は最高のラウンドだったと河野選手を鼓舞します。6ラウンド、河野選手はわずかな希望を胸に
持てる力を振り絞りラッシュをかけます。しかしそこに待っていたのはモンスターの強烈な一撃でした。試合後誘っていたと語った井上選手の左フックがカウンターでヒット。バタンとキャンバスに倒れる河野選手に勝ちを確信しガッツポーズする井上選手ですが、レフェリーは試合を続行。しかし河野選手に耐えきれる力は残っていませんでした。ガードの上からパンチを打ち込まれるとズルズルと倒れ、うつろな目で天井を見つめる河野選手。レフェリーはすぐに TKO を宣告しました。モンスターの強打を耐え続けた河野選手はしばらく立ち上がれませんでした。試合前に心配していた河野夫人ですが、実は妊娠をしていました。試合後、河野選手はショックで流産しているんじゃないかと不安に思っていたといいます。しかし控室に現れた夫人の表情は驚くほどスッキリしており、尊敬の眼差しでこちらを見ていたそうです。夫人も河野選手の勇敢な姿に心打たれたのでしょう。井上選手はこの試合を足でさばいたりボディーワークでかわしたりするのはできていたが、攻め方がブレていたので70点と圧勝だったにもかかわらず辛口の自己採点をしていました。井上選手のストイックさがわかるコメントですね。そして今現在も井上選手の世界戦での日本人対決はこの試合のみになります。第2位、田口良一戦。2013年8月25日日本ライトフライ級タイトルマッチ。続いては日本戦でありながら数々の世界戦を抑えて第2位となったこの試合です。井上選手の衝撃的な KO に隠れがちなこの試合ですが、井上選手を語る上で外せない名試合です。実は2人の物語はこの約1年前から始まっていました。井上選手は高校卒業したばかりでまだプロデビュー前、田口選手は日本ランク1位の頃です。井上選手から田口選手にスパーリングの申し込みがあったのです。当時から評価の高かった井上選手ですが、日本王者と引き分けたことのある田口選手はいくら強いと言っても相手は高校生、いい勝負にはなるだろうと思っていたそうです。しかし結果は2度ダウンを奪われストップがかかり、4ラウンドの予定が3ラウンドで終了。スパーリング、試合を通してダウン経験のなかった田口選手が KO されてしまったのです。それもそのはず、井上選手は当時すでに世界チャンピオンの八重樫選手がスパーリングでボコボコにされたというほどの実力で、スパーリングを受けてくれる選手がいないほどでした。アマと日本ランカーのスパーリングであるにもかかわらず、多くのギャラリーが見守る中、何もできず負けてしまった田口選手は屈辱で頭が真っ白になったと言います。そして悔しくて泣いたそうです。しかしその後、田口選手はもっとやれたはずと今までよりも濃い練習を重ねました。そして1年の時が経ち、田口選手は日本チャンピオンになり、初防衛として井上選手の挑戦を受けるのがこの試合となります。1年前は本気で殺しに来ていると井上選手の殺気に驚いた田口選手ですが、井上君とやりたいと会長に告げたのです。当時井上選手の実力に多くの選手が試合を避けていましたが、田口選手は逃げたと思われたくなかったそうです。井上選手の強さを肌で感じながらもリベンジとして迎え入れる田口選手に、男気とファイターとしてのかっこよさを感じますね。そしてジムの会長は、井上選手に勝ったら世界戦をやらせてやると約束したそうです。試合が始まると井上選手は鋭いジャブをついていきます。一方、しっかり顎を引きガードを固め慎重に距離を取る田口選手。田口選手が後に左フックを打つ時にガードが開くと語っていた通り、左フックの打ち割りを狙う場面も見られます。井上選手の攻撃に防戦一方にならずに打ち返します。要所要所でいい動きを見せる田口選手。緊迫した時間が続きますが、徐々に井上選手が試合を掌握していきます。田口選手のパンチを見切り、自分のパンチだけを当てていく井上選手。打たれながらも決して逃げない田口選手。ところどころいいパンチを当てますが、相手は井上尚弥。闘争心も怪物でした。4ラウンドにはボディストレートからのアッパーで田口選手の顎を跳ね上げます。普通の選手なら KO となってもおかしくないほどの自撃でしたが、田口選手は耐え切ります。井上選手の攻撃を受けながらも時折一発を当てていく田口選手。この試合のためにハンマーを使って練習したという左フックです。強打を被弾しながらも気持ちで負けない田口選手に会場が沸きます。井上選手はかなりしぶとい相手だと思ったのではないでしょうか。試合は最終ラウンドになりますが、両者失速するどころか全力で打ち合います。一体どこにこんな体力が残っているのでしょう。試合終了のゴングが鳴り、フラフラになりながら抱き合う両者。
死闘を繰り広げた2人に会場からは惜しみない拍手が送られました。判定結果は3対0で井上選手、日本タイトル獲得となりました。プロ入りから4戦目での日本タイトル奪取は辰吉丈一郎選手以来23年ぶりの快挙となります。試合後、田口選手のジムの会長は、負けたもののその戦いぶりに絶対に世界戦をやらせてやるからなと約束したそうです。田口選手はこの試合から約1年半後に世界王者になり、2団体の世界王座を統一。やはり田口選手もただものではなかったわけですね。そして井上くんより強い相手はいないと思ったら自信を持って試合に臨めたし、あの試合がなかったら世界チャンピオンになれなかったかもしれないとも思っています、と後にこの試合のことを振り返っています。井上選手もまた田口選手を今までで戦った最強の相手に挙げ、両者にとって特別な試合となりました。判定決着となったこの試合ですが、多くの人が井上選手のライトフライ級のベストバウトに挙げる白熱した試合でした。また田口選手は井上選手が唯一ダウンを奪えなかった相手です。第1位、オマール・ナルバエス戦。2014年12月 WBO 世界スーパーフライ級タイトルマッチ。投票率 75% でダントツの1位となったのはこの試合です。相手のオマール・ナルバエスはフライ級世界王座を16連続防衛、スーパーフライ級王座を11連続防衛中のレジェンド級チャンピオンです。強固なガードを持った選手で、プロアマを通じて150戦20年以上の経験がありながら、一度もダウン経験がなく、43勝1敗2分け。唯一の黒星はあのドニアからの判定負けのみで、フライ級、スーパーフライ級では14年間無敗でした。井上選手はこれに勝てば当時世界最速の8戦目での2階級制覇ですが、前線のライトフライ級からフライ級を飛ばし、一気に2階級上げでの挑戦となります。実はもともとフライ級に挑戦する予定だった井上選手ですが、WBA フライ級王者レベコとのマッチメイクが難航していました。そこでナルバエスもマネージメントしていたレベコのマネージャーがナルバエスとの対戦を打診してきたのです。一気に2階級上げての挑戦、しかも相手はあのナルバエス。大橋会長は悩み、井上選手と慎吾トレーナーに相談します。この時大橋会長は2人が少しでも迷ったら断ろうと考えていました。しかし2人は即答でやりたいと答え、いけると確信しこの試合を決めたそうです。試合前、ナルバエスに唯一の黒星をつけたドニアが井上選手を直接指導し対策を伝授しました。今でこそパウンド・フォー・パウンドの井上選手ですが、当時はまだ世界戦3戦目、21歳のレジェンドへの挑戦に時期尚早との声もありました。井上選手もお客さんからブーイングされるような内容でもいいから勝つと語るほどです。しかしその日、井上選手が観客から受けるのはブーイングではなく称賛と拍手でした。試合は早々に大きく動きます。1ラウンド25秒、井上選手が右のオーバーハンドをナルバエスのおでこに叩きつけ、さらにガードの上から叩き込みダウンを奪います。試合開始30秒も経っていない時点でダウン経験のない王者がダウンしたのです。ゲストの香川照之さんは、ナルバエスが倒されるなんてないですよと言い、その興奮した様子がいかにこの光景が信じられないことかを表していました。初めに効かせたパンチが当たった場所はおでこで、顎やテンプルといった急所ではありません。そしてダウンを奪ったパンチはガードの上からでした。このあまりのパワーにナルバエス、観客はもちろん井上選手自身も驚いていました。この時のパンチでそのパワーゆえに右拳を痛めたのです。後に井上選手はこの時のことを、最初に強いパンチを打ち込むという作戦でしたが、あの一発は自分でも驚きました。試合でテンションも上がっていて、練習で打つのとはわけが違う。ライトフライの時の感覚で打ったら骨がビリビリって、階級上げたことによる 3.2 キロがこんなに違うんだと痛感しました、と語っています。立ち上がるナルバエスに井上選手が冷静に詰め、ボディに打ち分けた後、左フックをテンプルにかすらせ再びダウンを奪います。ラウンドはまだ残り1分半ですが、そこは100戦錬磨のナルバエス、井上選手の猛攻を何とかしのいでみせます。1ラウンド終了のゴングが鳴ると観客から興奮の拍手が沸き起こります。2ラウンド、少しずつ反撃するナルバエスですが、すぐに井上選手の倍返しが待っている状況を打開できません。そしてラウンド中盤、前に出てきたナルバエスを待っていたのは
井上選手得意の下がりながらの左フックのカウンターでした。井上選手のジャブに合わせてきたナルバエスの右をバックステップと少しのスウェーでかわし、ドンピシャでテンプルを打ち抜きます。この試合以外でも井上選手がよく使うカウンターですが、このギリギリの距離感があるからこそなせる技です。よろりとキャンバスに膝をついたナルバエス、すぐに立ち上がります。この試合3度目のダウンですが、この打たれ強さはさすがは元ダウン経験なしの王者です。ここで仕留めたい井上選手ですが、ナルバエスは1ラウンド同様がっちり顔面のガードを固めます。しかし右拳を痛めている井上選手は強く打ち込めません。そこで井上選手が選んだのはボディ攻めでした。ダブルジャブからの右ボディフック、左右の顔面へのフックから左ボディフック、ダブルジャブから左ボディフック、そして最後は右アッパーから左ボディフックです。この右アッパーからの左ボディフックは井上選手が最も得意とするボディのコンビネーションで、多くの試合をこのボディで決めてきました。立て続けに強烈なボディを食らったナルバエスは少し間を置いてキャンバスに座り込みます。苦悶の表情を浮かべるナルバエスは立ち上がれず、井上選手の KO 勝利となりました。当時世界最速の2階級制覇、しかもレジェンド相手に2ラウンド KO、 この圧倒劇に観客や相手陣営はもちろん井上陣営も衝撃だったでしょう。最後のフィニッシュブローをスローで見てみると、ナルバエスの右脇腹レバーのある位置に井上選手の左手が強烈にめり込んでいるのがわかります。ナルバエスはこのダウンについて、気力ではなく体が限界だったと語っています。レジェンドを初 KO するのにふさわしいパンチでした。試合後ナルバエス陣営は、井上選手のあまりのパワーに井上はグローブに何か仕込んでいないかとチェックを要請します。それほどナルバエスがあんなに簡単に倒されるなど信じられなかったのでしょう。しかし井上陣営はすぐにグローブを取り、何も仕込んでいないことを見せると、素晴らしいチャンピオンだと納得しました。全盛期のドネアを相手にしてもパンチを効かされたことはないと語っていたナルバエスですが、井上選手のパンチについては、1ラウンド目からパンチ力に驚いた、本当に強かった、もっと上の階級のパンチ力だったし、パンチが速すぎて見えなかったと語っています。試合後、見たことのない父親の姿にリング上で泣きじゃくるナルバエスジュニア君ですが、井上選手との年齢差はくしくも父親のナルバエスと井上選手の年齢差と同じ18歳差です。父親と二人三脚でボクシングをしているナルバエスジュニア君は現在アマの国内王者、境遇も井上選手と似ているこの息子が将来同じ年齢で井上選手と戦うことがあればドラマチックな展開ですね。井上選手はこの年、海外のさまざまなボクシングサイトから年間 MVP に選ばれ、日本ボクシングコミッションからはこの年の最優秀選手賞、KO 賞、そしてこの試合は年間最高試合に選出されました。本当の意味で井上選手の怪物ぶりを見せつけた試合でした。Surely, Rodriguez will throw back. Oh! That's right! I don't think